俺の名はカイドウ俊。PK 学園に通う高校2年生。奴らはこの力を奪い新世界を創造するつもりだ。だが世界は俺が守る。気にするな。ただの中二病だ。果たして本当に逃げたのかな。いかにも連中が考えそうなシナリオだぞ。悪の秘密結社ダークリユニオン。ダークリユニオン来たの。聞いて損した。最近お前はどう。俺は嫌な予感がするぜ。おそらくあの蛇、仮にマーダードラグラムスネーク、俺たちが人類をマーダードラグラムス、蛇捕まったってさ。近所の小学生が振り回してたって。マーダードラグラムスネーク弱。ダークリユニオンはもうそこまで来てるんだからな。腕に封印された魔物とか飼ってるらしいぜ。騒ぎ出してるよ。え、さて教室の様子は。蛇どこ行った。男子先生呼んできてよ。早く逃げろ。うん、ここは俺が何とかする。貴様の相手はこの漆黒の翼キラ。なんで前に出ちゃったんだ僕のバカ。行ってしまった。ごめんママ。美味しいところ持っていくぜ。サンダー。こんな力僕に。今すぐ職員室な。中二病は悪化した。ダメだなあいつは。というわけで僕はこんなところに来ている。さてはおめえ泳げねえんじゃねえか。泳げるよし。わあ見た。大丈夫か。おお入ろじゃねえか。あれ粘土最近もか。それで泳ぐのもね。よしナンパするか。お前は何を言っている。くい見る目のない女どもだぜ。あー何この子かわいい。なんだお前らは向こうに行け。お姉ちゃんたちだ。大丈夫か。あい貴様何のつもりだ。おエボーどこだ。やれやれ深さが足りなかったか。え溺れてるぞ。やべんじゃねえか。てめえ泳げたのか。えあカイドウ。よいしょい。てめえまで何してんだチャルケン。すまない。やっべ。ナンパ成功より早かっただろう。水面を歩く方がな。ハイロ真っ黒じゃん。海でライフセーバーのボランティアをしてね。すねえ。なあサキ粘土のやつ今日なんか変じゃないか。お前もな。ああこれか。これは気にするな。ちょっといろいろあってな。なんでそんな尾行慣れしてるんだお前。キモ。まさかあいつ幼女趣味じゃ。よくまた見てる。ひまわりといい誰かに渡すことはもはや明白。しかしあいつにそんなものを渡す女はいない。別に誰か食うわけでもねえ。見損なったとねえんだ。弱い幼女に手を出すなんて。ポカポカって音本当になるんだ。墓参り。おう父ちゃんのな。今日が死んだ日なんだ。まったく紛らわしい顔だ。親父さんいつ亡くなったんだ。道路に飛び出した女の子を助けようとして死んじまった。写真見るか。財布に入れてんだよ。でこれお前の写真だろ。ああ似てんだろ。あ気のせいだな。ああラーメン食い行くぞ。お化け屋敷カフェストラックアウト。お化け屋敷カフェ。お化け屋敷飲食店だって所詮高校生の作ったものだしな。んじゃあのカフェに入ろうぜ。全然怖くねえ。恨めしやだってよバッカじゃないの。レベル低いな PK は。怖いもの結構好きなんだよね。キエーおーすげえ姫。どんだけ怖えんだ。じゃあ俺たちの方も行くか。真っ暗で何も見えねえな。怖いの苦手なんだよな。あみんな見やー。それ違う。なんだてめえさっきから変な声上げやがって。先行くぞ。驚かせて目向かせてやるぜ。おいあリアルだな。まずいとりあえずこいつ隠すぞ。おいお母ちゃん。まあんたのクラスの出し物見たからもう帰るよ。お化け屋敷頑張んな。やれやれ学校行事はこれだから面倒なんだ。まあいいせっかく抜け出したことだしこのまま帰るとするか。返せバカ。あしまった。僕が肉眼で見た生物は石化する。なあ佐伯帰りに飯でも。どうもこんにちは。いや待てよこれ。はい君も逃げちゃダメよ。やばい不良に絡まれちゃった。使うか。いやこの力は危険すぎる。仕事してんじゃねえやろ。仕事ですよ。もう限界だぜ。悪いがもう手遅れだ。貴様らが悪いんだぜ。おい聞いてんのか。もう手遅れだバカめ。舐めてんのかこれ。百鬼丸先輩は何わけわかんないこと言ってんだこれ。おめえ舐めてんのか。いや落ち着け。妄想ってことは百鬼丸先輩はいない。持ってねえよ。財布持ってないやつなんていませんよね。じゃありがたく。逃げるぞ最近。待てくれ。無駄なようだな。止まったぞ。友達思いだね。よう何してんの。これは久保安いいところに来たぞ。さっきまであんなこと考えてた俺がどの面下げて頼むっつうんだ。おいおい逃がすと思ってんのか。俺も実は昔不良でよ。普通の道は不良の道より厳しいな。我慢ならねえんだ喧嘩売られたり。
クボヤス、人体を破壊しながらじゃなかったらいい感じの話だったな。大事なのは今、そして未来だろ。弱すぎる。それは大抵冬に行われる。ベンチウォーマーを着ている教師に殺意を覚える学校行事。まったくだ、寒いくらいでうるさい奴らだぜ。包帯がフリース素材だぞ。眠いな。こいつはただのアホだ、放っておけ。行きのことに先生がチェックポイントに立ってるから、近道やサボりはすぐわかるからな。ついてこい凡人ども。ちょっ、ゴールで待ってるぞ。僕にはやることがあるんだ。なんかスポーツ飛ばしすぎて。運動神経皆無なのによくついてくれたな。45位という順位をキープしたまま6キロ地点にたどり着いた。ん？なんだ、急に脱落者が増えた。これ見ぃ、最近だから言ったの、こいつはバテるってよ。うっ、ごめん。最近こんだけバテてるやついるし、俺たちも休んだ。なんだ、今までの疲れが嘘のようになくなったぞ。お前らも休憩の時間は終わりだ。さあ、蘇れゾンビども。あれ、佐伯くん、おかしいな、もっと差がついてると思ったのに。誰か抜いたっけ。飛ばしすぎた。今日は今季一番の厳しい寒さになるでしょう。ちょうどよかった。はい、パパ、これ使って。え？うわー、マフラー編んでくれたの？なんなんだこのいてつか肌は。寒い。テンション上げても暖かくはならんぞ。早く行こうぜ、教室なら暖房効いてるしな。うん、くない。なんだこれ、冷蔵庫かよ。よし、誰だ貴様。いや、止めろよ。他の教室と繋がってっから止められねえんだとよ。あのエアコンは昨日の時点ですでに壊れていた。ふん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 。はい、やんか伊藤君、今日は少し昼ね。一緒にスカットどうだい。頼む、俺に一つ譲ってくれないか。おう、いいぜ。ちょっと待てよ、100円やるから俺に。俺は150円。うわ、なんだあれ、気持ち悪い。防寒対策を怠ったものの末路。帰れば。つうか、サボっちまえばいいじゃねえか。粘土、初めてまともなこと言ったな。母校の星、人気お笑い芸人のピーナッツ上田が講義に来る日だろうが。早退したら生ピーナッツ見れねえだろうが。誰だよ。こうして寒さに立ち向かう決意をした3組、極寒の教室をなんとか乗り切った。一体何があった。前が見づらくてぶつかっちまったよ。外の冷気が入り込んでくるぞ。おいおい、なんだこの寒さは。ピーナッツ上田さん、みんな窓から離れな。生ピーナッツめっちゃいい人。なんか寒くなくなってきた。私も。感動すると心が温かくなると、朝どっかのおっさんが言っていたおかげか、僕は夢を叶えて有名人になりました。なんつって。ねえ、知ってる、爽やか通りの裏手にあるハイビル、お化けが出るらしいよ。え、やだ怖い。じゃあナイトと一緒ならどうかな、ベイビーたち。何聞いてんのこの人。怖い。ハイビル派、そんなの行くわけ。例の出るハイビルか、興味深いな。あるわよ、絶対行く。先輩、やれやれ。あ、来た来た。ごめん、お待たせ。あれ、アリスちゃん見た目戻ってない。闇に生きる俺にとってはむしろ安らぎすら感じるぜ。ごつい懐中電灯を抱えながら言われても説得力ないな。不思議な感覚があった。本当に何かあるかもな。ええー、おい、集まってし、早く行こうよ。まあまあ、せっかく来たんだし少しくらいね。懐中電灯つけないと、まあ怖いわけじゃないが、足元とか危ないからな。そんな、まさか本当に。おのれ、幽霊め。てめえか。俺の懐中電灯。やっぱり変っすね。このビルよく見たら幽霊が一人もいないんす。じゃあもう用はないな、帰ろう。普通こんくらいのビルだと 5,6 人はいるはずなんすよ。まず幽霊ってのは本来悪くも怖くもないんすよ。生前の記憶もないんで未練とか恨みとかもないし、最悪暴力を振るったりすることもあるっす。割としょぼい。いた、あいつだ。お、あれが悪霊か。お、佐伯さん来たんすか。おい、悪霊。あー、なんだよ、失礼して。これだったつもりで叩いたらみんな離れてんじゃんって。本当はみんなと仲良くしたいんすよね。何してんだあいつら。さあ、なんだか一人で喋ってたみたいだけど。いや、もう大丈夫っすよ、悪霊は追い払ったんで。どうも、取り付かのやつなんかマジっぽかったよな。いや、ないな。うん、そうね。これは日頃の行いだな。丸月末日日曜日晴れ、この街は今日も平和です。それはダークリユニオンっていう悪の秘密結社、すごい悪い力でこの街を支配しようとしているんだ。俺の名はカイドウトキ、小学2年生だ。俺も大きくなったら兄ちゃんみたいになりたいんだ。ね、兄ちゃんの強さってどんくらい、サイダーマンより強いの。まあ、7倍くらいは強いかな。もし封印が解けたら世界を壊してしまうから絶対取っちゃダメなんだ。とにかく兄ちゃんはすごくかっこいい、俺の自慢なんだ。おお、チビ何してんだこんなとこ。この人たち兄ちゃんの手下でしょ。お、なんだこれ。あ、まあ、外行こうぜ。おお、行ってこいよ、俺っちは超チビと遊ぶからよ。この俺っちがチビの手下で。バンジキュースか。だからいろいろ教えてくれや、カイドウの兄貴のすげえところよ。おい貴様、いい加減にしろよ。兄ちゃんは昔1万人を超える暴走族の総長だった。説によるとこれを発明したのは兄ちゃんなんだぞ。エジソンか。初めて月に降りた人間は兄ちゃんだし。アームストロングか。うん、知らなかったぜ。おめえそんなすげえのか。他にもいるんだよ。あのさ、私今大事な時期なんだけど。ああ、気をつけるよ、本当すまん。お、今の誰だ、あのチビ子、名前なんつんだ。お、うるせえ、うるせえつってんだよ。外行きます。妹には弱い。ふざけんじゃねえぞ、おら。なんでエナジーサイダー売り切れてんだ。機械を蹴るんじゃねえよ、バカ。なんだこのガキ。おい、トキ、何やってんだ。ちょっと待って、おら。こんな雑魚兄ちゃんが相手するまでもないよ。こいつ、もう兄を超えてるな。ついにこの日が来たわ。今日こそこの塾をカイドウ君に渡す。いやー、やだ、無理。い
いの？本当にこれを渡して？いや、ただの手作りならまだまだよかった。がっつりハートまでだからね、私。忘れてたって言ってんだろ。マジかよ、俺。じゃあどっちが多くもらえるか勝負しよう。失敗した。私は失敗した失敗。スクラカイドウ君が見てなくても他の人の目がある。結局一個ももらえなかったな。んだよ、アレンまで興味ないよ。アリー、アレン、先帰ってから行くのか。差出人はおそらくダークリー。アホだからな。別に何もない。そんなはずは。何してんだ、相棒。粘土、今お前にかまってる暇を。何やってんだ、相棒。お前それ。カイドウ君、今頃私のチョコ見つけたかな。今戻せばただの材料まで戻ってしまう。しかし入っていたのはこれで全部か。僕に何か。もしあれを読まれたら。これは好き。僕のことか。だが考えればわからない話じゃないぞ。気づけ。3組なら夢原さんの席か。気づくか。いや、チョコは受け取ってくれたと思うけど、あの手紙までは見てないはず。これ書いたの貴様だな。ぬら。すまん、出しちゃまずかったか。俺も夢原のこと好きだぜ。これからもよろしくな。な、オーケーしたのか、あいつ。サイコメトリー。失礼しました。わたぬきか。わたぬき、わたぬき。そうか、これは暗号だ。めいゆにして夢原。めいゆにして夢原。次回、修羅場不可避。こっちをどうしたの、その顔。別に何でもない。夢原とテレアシさんが騒がしいな。何話してるんだろう。一緒に帰るところから始めてみよう。一体どうしたものか。ここから打開するには夢原さんだけ勘違いに気づくことだ。まあ夢原さんはショックだろうが。旬でいいぜ。旬。確認するまでもなかったわ。うん、もちろんいいよ、旬。そういえば昨日の。例えばこの話も、夢原さんはチョコレートの話をしてた。あれよくできてたぜ。千代が作ったんだろう。うん、一晩たまたま噛み合う。まだまだ食い足りないネウロか。まずいだろ。これじゃ恋人同士に誤解されちゃうよ。誤解してんだ。やっぱダメだ。肩を組む。それならまだ自然なはずだ。嬉しいけどちょっと恥ずかしいよ。え、あれ、手をつなぐのは恥ずかしくないのか。ちょっとちょうだい。だけどそれ俺、いやいいよ、俺は甘いの苦手だし。え、じゃあ昨日のチョコは。な、チョコ昨日もらったのなんて千代の手紙くれだよ。手紙とチョコでしょ。全部気づかせてやるか。どうした。うん、結果オーライだよ。あのさ、やっぱり盟友になるのをやめにしないか。どうして。だからどうも遠慮しちまうっつうか、男友達と同じように接することができなくてさ。じゃあ前の関係に戻ろう。やっぱり一緒に。やはり恋愛は僕には分からんな。おーし、今日の体育はドッジボールを行う。高校生にもなってどっち。しゃあ絶対勝つぞ。しゃあ、僕はボールを投げる力の調整が一番苦手なのだ。顔面セーフどころか何もかもアウトだ。お、粘土を狙っとくか。あ、お、相棒、気持ちは嬉しいけどよ、今は敵同士なんだぜ。次はてめえだぜ、大将。行くぜ。死んでも取る。ダメだ、絶対できる。諦めるな。ってことは佐伯一人しかいねえじゃねえか。僕は君の本気が見たいんだ。膝すりむいただけだろ。お前、僕の嫌いなこと、それは注目されることだ。さてどうしたものか。だが厳しいのは、最初に言った通り注目されているということだ。それは困る。かといって何もせずに負けたら好感度はカメムシ以下。41か、少し低いな。一人は倒す。最低だな。最低。オーライオーライ。回転を。いよいよ俺にボールが回ってきたか。これがどういうことかわかるか、サイク。食らいやがれ、メテオスパークジェノサイドボール。えい、女の子だけかよ。よっしゃ、またボール来た。もう一回回転ボールは。ただと、今話しててひらめいたっすよ、俺の作りたい部。いや、いい、オカルト部っすよ。もう入部希望者が来てるかも。やっぱまだダメか。はじめまして。あー、レイン出た。幽霊。これは髪を上げたら美少女ってパターンなんじゃ。ようこそオカルト部。どっち。オカルト部。オカルト部に入りたいんですけど。あれ、カイドウくんじゃないわ。偶然びっくり。カイドウくん、こっちで別のオカルト部作らない。この子まさかチワワくんが好きなのか。面白い。やだ怖い。見ろ、テレビが。うわー、動画明る
落ち着くのよ。鑑定が悪名で、アムザラ、ゲリラエロエラ。さて、効果はあったかな。よかった。カイドウへの好感度は95か。下がってどうする。これは恋に違いないっすよ、マキノアリスちゃん。